週春日では、中国の女子マラソン選手、河南省出身。身長163センチメートル、体重44キログラム。指導者は、かつて1988年ソウルオリンピック5位入賞の、超友宝や双子の大南広美、大南高美姉妹らを育てた日本出身の竹内、深夜である。2003年のアモイ市で、開催のアモイマラソンで、 初マラソン初優勝。同年の北京国際マラソンで2時間23分42秒の2位に入り、一躍中国のトップ選手の仲間入りを果たす。2004年アテネオリンピックは33位に終わるも、2005年世界陸上ヘルシンキ大会では2時間24分12秒で5位入賞を果たす。6位入賞の原由美子、8位入賞の広山晴美を、 含め日本代表5人にすべて先着して、アジアトップでゴールする。2006年3月のソウル国際マラソンでは、気温が氷点下の厳しい条件の中、2時間19分51秒の自己ベスト記録を出して優勝。中国女子では現在、孫英傑に次女子マラソン中国歴代2位、アジア歴代5位の記録である。12月のドーハアジア競技大会では、 レース序盤から飛ばして、独走、2位争いを演じていた、島原清子、小畑佳代子とは3分以上の大差をつける圧勝で、金メダルを獲得。2007年4月のロンドンマラソンでは2時間20分38秒で、優勝。9月の世界陸上大阪大会では、レース直前に、足の甲の怪我を負いながらも、優勝したキャサリンヌデレバに続いて、2位に入って、銀メダルを獲得した。 2008年8月の地元開催の北京オリンピックでは、前回アテネオリンピック優勝の野口瑞希が直前で欠場したため、金メダル有力候補と言われた。しかし、優勝したコンスタンティナ・トメスクの 19km からのロングスパートについていけず、最後は2位のキャサリン・ヌデレワにもゴール手前の直線で交わされたものの、3位に入って銅メダルを獲得した。 2009年9月の世界陸上ベルリン大会は4位入賞に止まり、世界陸上2大会連続のメダル獲得は、ならなかった。2銀メダルは、尾崎義美。2010年11月、自国で開催された甲州アジア競技大会では、レース終盤自らスパートして優勝。アジア競技大会女子マラソンの種目では、史上初めての2大会連続金メダリストとなった。 2005年3月13日にソウル国際マラソンで優勝してからわずか13日後の3月26日のアモイマラソンにも出場し優勝している。これは女子マラソンにおける国際マラソン級の大会での最短間隔連続優勝記録であった。ありがとうございます。